仕事運ね、ちょっと、うん、仕事運。だから、えー、と佐藤健さんの仕事運、副鼻腔炎でね、まあ、療養中だと、私も思ってたんですけど、なんかイベントに参加されたとかっていうことなんで、まあ、順調に回復はされていってるんでしょうね。まあ、前回のライブの時に、健康運は全然問題なさそうに感じたんですね。 でまあ、仕事運も、まあ、問題ないでしょうけど、まあ、さっきね、来年の露出、だいぶ減りますっていうチャットもありましたのでね。まあ、自分でね、おっしゃってるんでね。はい。じゃあ、3枚でいきますね。佐藤健さんの仕事運。 <laughs> うん仕事運仕事運を見てるけどまあこれね仕事運はね仕事運で見た時にはまあ問題ないんですよね法王からの悪魔のカードになってるからもうカリスマですよねうんなんかあの仕事が どうのこうのっていうレベルの人じゃないもうそういうね、あの、自分で仕事も選べるし、で、より良いものを人に届けるために、うん、なんか、ま、もうどんどんこれは、なんだろう、本当に、あ、そうそう、ステップアップですよね。なんかコメントでも書いてた。 次のステージに向かってるっていうような私、だから私もそう思ったんですけどなんかこの人はもうさらに次のステージに向かっていっててで、多少テレビに露出がないとしてもしっかりとその基盤を築き上げてそれこそね、あのまあ神の家着実にあの自分の足場を 組み立てていくっていう、そういうカードになってるんでね。そして悪魔のカード、カリスマ性ね、なってるんでね。まあ、ここに恋人のカードが逆向いてるっていうのは、まあ、仕事の上で、あの、もしかしたら、人との信頼関係が、あの、うーん、なんだかな、コミュニケーションっていうんですかね、コミュニケーションが少し取れないとか、 なんかもっと信頼できる人たちとつながろうとしてるというか,なんかそういうところにもしかしたらちょっと不満があるのかなっていうようなねこれ仕事の意味で見るとね、うん、だからもっと自分とこう感覚の合うとかこう仕事がやりやすい人を選んでで 今の,その自分の地位をもう強固なものにしていって、ますます、ステップアップをしていくというね。まああのまあ、仕事の運としてはとてもいいんじゃないかなと思いますね。うん、ただ、私はね、今ね、うーんと思ったのは、これ仕事で見てるんだけど、なんかね、恋愛で見たときに、 もう、恋人関係から結婚に進んで、もう家庭を持つんじゃないかみたいなね、風に、もこれが恋愛で見たらね、そう読めるなとかって思って、ちょっとにやけてしまったんですけど、まあ、あくまでも今ね、あの仕事運としてね、見たので、どっちにしてもいいその運勢というんですか、ますます、こう、 皆さんに喜んでもらえるような、皆さんにしっかりとしたものを届けていけるような仕事をしていって、もう、強固な地位を築いていくというね、そういう運勢というんですか、なってると思いますね。ちょっとね、恋愛であってほしいな、これ。 来年の末ぐらいでも結婚してくれへんかなって、ちょっとね、期待してしまう。まあ私29段でも言いましたけどね、これだけね、あの、ずっと毎月毎月ね、いいカード展開で、で、まあみんな見てるから、あの、本当に分かってると思うけど、星のカードが出たり、こう、審判が出たり、ね、なんか、 うん、やっぱりね、ずっと、最近ずっと同じようなカードが出てて、大きな進歩、大きな変化はないけど、だからこそ、なんか、あの、まあね、あくまでもタロット占いでエンタメですって言ってる自分が言うのもなんですけど、すごくね、信の信憑性を感じてしまうんですよ。まあ、こんなこと言うときながらね、 全然違う結末になったら、どうすんねんってね。まあ、謝るだけです。ごめんなさいってね。でも私はまだね、あの信じてますけどね。はい。あ、まだ、ということで、まあ、たけるさんの仕事運はますます順調じゃないかなということです。